さあここは勝負に行くか、皆川も遅れて入ってきたぞ。相手の股を抜くパス、セカンドボール拾って矢島のシュートだー。今シーズン初出場の高木大輔、このチャンスを決めることができるか。しっかりと進めました。低いボールです。こぼれてきた、ボレー、ゴール前押し込んだ。8番の上村がアウトするか。右の前に出た前が中に送る。あっとシュートまでいけるか。ここもあっと決めてきた、押し込んだ。どれだけ落ち着いてゲーム進めながら、うん、はい、奪った矢島、矢島新也から前のクロス、低いボール合わせた、押し込んだ。守るは白井優斗、山瀬浩二決めた。矢島巻いてきました、中央ヘッド。宮崎飛び込んだ、決めた。拾う、宮島揺さぶる、沼田クロスが来て梅木の後ろだ。池上うまく回して、吉岡パスにした、川野、川野浩太こぼれて吉岡、まだつながった、左足で打ちました。おおと、コースが変わった。に守ります、ヘナン、そして沼田がいます、はい、中央です。ショートコーナーから角度つけて入れてきた、川野。ペキス、小林聖吾、歯磨き絡んで小林聖吾、皆川が前を取ってきた、どうかな、決まった。沼田上がっていきます。一回小林に預けて、矢島上がってきた、送って、よし、シュートだ、決まったですね、はい、そうですね、このボールですね。矢島から吉岡、これ落としちゃうと、そうですね、吉岡だ、おっと吉岡、中を見てクロスを送る、ボレーシュート。今度は高木大輔、一人かわす、高木サイドボール押し込めるか、どうだ、ヘナー決めました。ヘナも上がってきてます。動き出して大月がニア、外からヘディング、吉岡から左へ駆け上がっていく、左サイドバックの沼田。矢島選手が最前線いますね、もうこの時点では。矢島にボールが通った、矢島のシュート。右に合計、左に木田と、まあ、ポジションは変わらずというところです。さあ山口が攻め込んでいきます。前高幸から変わって入った池上、前、失礼、うおよりのシュートだー。またよくここは奪いました、五十嵐、自ら行くか、回り込んだ前高幸、そして高橋、柔らかいボールは後ろから来ました。1本目、そうですね、ショートね、吉岡です、右足で上げていったファーサイド、折り返す、このボールは高橋、シュートは強くならない、面白い、シュートは決まった、池上の右足が来た。前高幸選手がね、アンカーでうまいこと流しながら、まあ、右に左にうまくサイドチェーン、そしてスペース使った、シルビオジュニオール、中梅木、シルビオジュニオール、梅木翼、シルビオジュニオール、矢島、シルビオジュニオール、スピードがあります、マッチアップ町田です、引きつけて沼田のクロスニアサイド。まあでもそのままですかね、この中に送る、梅木が飛ぶ、こぼれて池上だ。合わせる形です。まあ、引く場合は全てのレーンを閉じます、ウィングバック落として5枚スルー、五十嵐来た、五十嵐来た、五十嵐来た、遠目から吉岡かわして、吉岡、池上の左足こぼれて、鎌野が来た、ラインをぐっと今上げました、
そして裏に抜けていく。さあ梅木とヌヨリが重なった。ゴールはどうだ。押し込んだ。池上の巻いたボール、白いパンチングです。佐藤ワンタッチでさばいて池上、池上の右足ファーに流れて、おっとキム・ゴムヨン、ツートップにいい形にちょっと入れたいですね、うん、そうですね、まあでも非常にいい関係で入れてると思いますね、まあ、どちらかがね流れても、あの、おっ、当たったんですか、梅木入れ替わった、追っていった梅木、いったサイドハーフをやることも多いんですけれども、今日はサイドバックやっています。サイドのスペシャリストです。梅木前を向いた、梅木かわして右足だ、回転強い、なるほか、ボックス内には5人います、頭合わせてきた、ここも譲りませんね、バチバチの激しいバトルが繰り広げられています。シュートいった、累積3枚目です。おっと抜け出した、中へ、こううまく使ってるんで、吉岡奪う、そして川野です、左足ディフレクションあったボール押し込みました、山口先生